バルマン2世は、チャンパ王国第4王朝の、第8代国王。漢文史料では、ケンタダルマと記される。シュリーシャーナバドレーシュバラの碑文では、王の中の獅子運命と美しい肉体の主と称えられている。ビクランタバルマン1世の子、シュリーシャーナバドレーシュバラ2番目シュバラのリンガの黄金像を建てて封建したという。686年3月に、東へ、 順造を剣じて、以降、691年10月695年1月、同年4月699年6月702年12月703年1月、同年10月に、部州へ、706年7月709年11月711年12月712年4月713年12月715年6月731年10月に、等へ、 その知性に、計15回もの長考を行った。713年の長考では、純造五島や人工、古白などを剣じ、元想からその忠節に漢字入った胸の書を賜った。722年に、安南で、梅シクランが党に反乱を起こすと、ジェンダノプシカラーク社と共にこれと結んだという。ありがとうございます。